荒地関の推定所在地を示した地図荒地関とは、北陸道に置かれ、越前国にあったとされる関所、東海道の伊勢国鈴鹿関と東山道の美濃国富和関とともに、古代三世紀の一つであった。奈良時代から平安時代初期の一時期の未存在し、後に大阪関にとって変わられた。その詳細な所在地は明らかになっていない。大化の改新以降、日本は、 本格的に、律令国家を目指し、国家的な土木事業として、都と地方を結ぶ環道を整備した。律令制のもと三関と定められた、源一荒地籍鈴鹿関、不和関は、いずれも大見国から他国に出て、すぐの環道の行き来を抑える位置に設けられ、とで、政変や反乱が起きた場合に、首謀者が東へ逃亡することを防ぐことを目的の一つとし、 三世紀を遮断する片世紀が行われた。最初の例として、養老五年に、元明条項が死去した際に、片世紀の命令がなされている。以降、天平元年の長屋王の変、天平法寺八年の江見押し勝の乱などでも片世紀が行われた記録がある。このように、奈良時代は三世紀が大いに機能していた時期であったが、延暦八年には通行の妨げであるとし、 三関は一旦廃止された。しかし、それ以後も天皇崩御のたびに、片関が行われ、以降、時代を追うごとに形式化していくものの江戸時代初期まで続いていた。なお、大道元年の寒武天皇の崩御の際の片関を、最後に荒地関の記録はなくなり、公認元年のく子の辺では、荒地関の名称は見えず、大阪関に変わっており、 数十年間だけ存在した堰であったと見られ、幻の荒地堰と呼ばれることもある。なお、考古学的な調査としては、三堰のうち、不和堰は昭和49から52年の発掘により、位置と構造が明らかにされており、また、鈴鹿堰は平成17年に、堰の城壁の築地塀を検出して、以降、大きく調査が進展した。荒地堰も推定値の一つである。 引き立、追分地区で、平成8から12年に発掘調査が行われたが、遺構などを発見するには至っていない。荒地関の所在地について、古くから諸説あるが、以下の点が、相互に関係し、類推のポイントとなっている。一古代の北陸道が、どの時期に、どこを通っていたか。2江美吉勝の乱時の牛勝の動きを矛盾なく、説明できるか。三不和関、鈴鹿関。 大阪関の構造と大きな相違が生じないか、大見国と越前国を結ぶ交通路は以下のように複数存在しており、荒地関が存在していた奈良時代にどのルートが感動であったのかという点が、その所在地を考察する上で大きな論点となっている。延長5年に完成した演技式には、大見国の友決駅、越前国の松原駅が記載されており、 二つの駅の位置関係から A 西を見るあるいは B 白谷越のどちらかが北陸道の本路であったと推定されており、奈良時代も本ルートが感動であったとする説がある。一方、それ以前に駅の開廃や道路の建設に関する資料があり、北陸道のルートには変遷があったとする見方がある。類似国史の天長九年に高道山道の工事の記事があり、高道は 嵐を指し、この時に西大見路か白谷越のどちらかが建設されたと考える説があり、それ以前は市の大見国から若狭国を経由し越前国に至るルートが北陸道の本路であったと考える説もある。若狭国経由の根拠としては、古事記に記載の中外天皇や王神天皇の行行ルートが若狭国を通過していると見られること。 日本気略の延暦14年に大見と若狭間の駅が廃止されたと解釈できる記事があること。演技式では若狭国の駅はノーハン駅、渡るび駅の二駅のみであるが、平城宮から発掘された木管には玉木駅と足田の駅の名称も見え、奈良時代には複数の駅があったと見られ、ルート変更による駅の開廃が示唆されることなどが挙げられている。以上のように、 奈良時代の北陸道は、A、西大見路、B、白谷越、C、若狭国経由のいずれかとされ、荒地関もこのルートから、越前国に入ったところにあった可能性が高いと考えられている。また、不和関、大阪関では大関、小関の二つの関を持ち、複数の交通路を抑えるようになっていることから、荒地関も、同様に A から C の一箇所だけでなく、二箇所に、 配置していたとする説もある。俗日本記には、天平法治8年9月のエミオシカツの乱で、クーデターを起こしたオシカツが越前に逃亡しようと、荒地関の突破を試みた記事が記載されている。この時のオシカツの動きを元にし、荒地関の所在地が検討されている。以下に、乱の経緯を記す。オシカツはサンド越前国へ入ろうと試みている。撃退されて、 同じルートを取るとは考えられず、それぞれがどの道であるかが、荒地関の所在地を推定する上でのポイントとなっている。二度目に船で向かった塩津からは D 新佐古市を進むつもりであったと見る説が大半であるが、塩津から山越えで E 東を見ろへ抜けようとしたと考える説もある。1、三度目のルートについては、 一度目は、荒地関と記載されており、関が置かれた奈良時代の関東 A にしをう見ろ、あるいは C、若狭経由の二つの説があり、三度目は、荒地とだけ記されており、一度目とは異なる、荒地三域のルートの B 白谷越ではないかと、解釈されている。なお、荒地山は特定の山ではなく、資料からは、滋賀県高島市北部から、福井県鶴ヶ島市南部の間の三域を指すと見られ、 古来から、荒地、荒地、荒銅山といった表記がされている。荒地関の所在地に関する学説は、大きく四つに分けられる。過去約100年にわたって、様々な説が唱えられており、主なものは、以下の通りである。1996から2000年まで8時にわたり、福井県鶴ヶ市の引き田、追分地区で、発掘調査が行われたが、古代の道路、防御施設、 建物などの遺構は発見されていない。原点出点。ありがとうございます。